疲れ様でした。いただきます。いただきます。ああ、うまい。うん。苦味がそこそこに効いて、うん、ああ、香ばしい苦味だね。そうですね。ベリーうまば。うん。本当に。落語が 1.5 倍口の中に広がっとるわ。確かに。で、ここに書いてあるもんね。あ、書いてんのかい。書いてんの読んだだけです。書いてんの読んだ。すごいなと思って。麦のうまみと貴重な日本ならではのホップの味が上品な香りだ。全部書いてる。自分で言ったみたいに言ったけど、全部書いてる。書いてある。あ、でもなんかクラフトビールって感じ。うん。そうです。そうだね。ね。大量生産の味がしないね。しないですね。これはすごい。美味しい。なんか、煙たないですか？煙たい。煙たい。いいですね。サウナの中みたいな感じで。サウナとかも行かれるんですか？サウナ、昔さ、僕ら昭和35年生まれの時に、はい、ちょうど25ぐらいの時に、第1位サードブームっていうのがあって、あ、そうなんですか？結構みんな行ってたの。そんな前にあったんですか？車の待ち合わせがサウナでしようみたいなさ。そうそうそう。今日の会合はサウナだね。会合サウナでやってたの？会合サウナ。その方が短く話が終わる。暑すぎるから。暑すぎる。会合サウナ、いい言葉です。短く。ね、すごい、いい感じで。いい感じで汚れてますね。汚れて。アイランドキッチン。すごいね、これ、アイランドキッチンなんだね。そうです、そうです、これ、ほら。本当だね。本当です。アイランドキッチン。もうそのまま、ここで食べられる。俺が前、リッツ・カールトンレジデンスに住んでた時は、家賃250万でアイランドキッチンだったけど、だいぶ違うな、そのアイランドと。そうですね、またこの、なんでしょう、素材がね、ちょっと。よりアイランド感が出てる。より自然に近い。リッツ・カールトンよりこっちの方がいいわ。くつろぐわ。ほんまですか？うわ、嬉しい。畳だけでも、結構、畳だけ結構いい、あれ、畳なんです。琉球畳で。これ、だって、いぐさ本物だもんね。わかります？そんなことわかりますよ。見ただけで。触ってるし。ちなみにさ、この部屋って彼女が掃除してるの？いえいえ、彼女いないです。いないの？はい。なんでいないの？いや、なんでしょう。まあ、作らない。だって貯金はさっき俺よりあるって言ったし。いや、あるって言っても作らない。素敵な港区住まいだし。はい、なんで作んない？いや、なんでしょうね。こう、絞れないという。絞れないほどたくさんいる。そうですね。どうしようかな。どうしたらいいですか、そういう時。全員付き合ったら。多角経営ってやつ。多角経営だってマイブームだけど、鬼滅の刃にさ、女房3人のやついるじゃないですか。はいはいはい。何だったっけ、誰だったっけ、女房3人の鬼滅の刃に出てるんだって。誰も分かんない。一番年いってんのに若いスタッフさん誰も知らない。誰も知らない。誰も知らない。かっこいいよね、女房3人ね。すいません、僕もちょっと知ったかしました。一回知ったかしました。僕も見てないです。すみません。目合わされへんもん。嘘つきました。知ったかしました。だから彼女30人ぐらいにしたら日本の平和のために。いや、ほんまにそうですね。南原さんはいるんですか？僕は。はい。僕は南原さんってご結婚されてないんですか？結婚はね、個人的に聞かれたらみんなに答えてるけど、一般的には未公開。そうなんです。なるほどなるほど、じゃあいないってことですか？まあいろいろですね。いろいろインターネットの中でもいっぱいコメントされてる。ああ、なんか南原達樹って聞くと、南原達樹勝手に結婚とか離婚とか勝手に出てくる。なんでそんなことにみんな興味あるんだろう。南原さつき事業とかさ、南原さつき経営とかって出てほしい。そっちを知りたいですね。その経営の方を知りたいです。でも、いるんですか？経営について何か質問があればぜひ。経営について。っていうか、経営したいの？そうですね。今、個人商店だよね、簡個人商店みたいな、そうですね、個人事業主みたいな感じですけど、やっぱりそういうなんて個人でやっていく上で、そのやっぱりその彼女みたいな人とかっていうか場合ってそうやっぱあんまり良くないもんですけど、その南原さんはいるんですか？いや、僕はだから会社を大きくするのがすごい好きだから、はいはいはい。まあ社員5000人ぐらいまでやったりとか。社員5000人。そうグループ全体でこの間まで5000人いた。すごい数ですね。5000人。5000人。また覚えきれるんですか？切れるわけないよね。覚えきれないですよね。最近年食ってから昨日あったやつも忘れちゃうし。すぐ忘れます。え、でもその5000人いて、そのまあその5000人の中になんかその彼女いる人とかもいるんですか？それはプライベートの問題聞いたことあんまりないし、それね社員がプライベートあんま興味ない。あ、ほんまですか？ちなみにそのさ、Kindleかなんかやってたの？え、どれですか？僕の。姿勢が長くしてるから。ああ、僕、この姿勢が一番楽なんです。何も、Kindleから。卓球ですね。卓球？はい。あんま関係ないね。冷えちゃうよ。あ、邪魔っす。邪魔って邪魔。おお、これ、食べましょう、これ。そうや、忘れてた。忘れちゃいかん。一番忘れた。最初ぐらい。調味料がすごいいっぱいあるんだ。あ、そうです。これ自分でスパイスラック作って。ああ、スパイスラック。はい、これスパイスラックですね。手作りスパイスラック。手作りスパイスラックに、はい、オープンキッチン。アイランドキッチン。アイランドキッチン。はい。いいね。そうなんです。アイランドキッチンのスパイスラック。で、スパイスも作って。名前つけようだな、本当にな。パッケージ。パッケージ。パッケージングして。電子レンジも、オーブンレンジもある。あ、そう、これ燻製ロースターですね。すごいね。燻製ができるんだ。できるんです。燻製できる。燻製できるとかいいですか？はい、食べましょうよ。はいはいはい。いただきます。完全に。じゃあ自分で添えますね。え、そんな。ちょっとどうぞ。かもしれないですね。なんですか。やっぱでもこの食べていただく前にね、こういただきます。はい。します。うん。味の素で100%ごまかしてるな。100%ですか。まあ卵好きだからいいけど、卵好きですよね。もうちょっと卵をさ、なんかしっとりした感じに仕上げてほしかったな。僕ね、それね、少し焦げ臭いんだよね。そうですよね。すいません、ちょっと、やっぱり、これ、南原社長、ちょっと卵が苦みが出ちゃう。もうパン。あ、うまいですね。その、言い訳、ちょっと1個だけいいですか。その、ちょっと南原社長がムキムキすぎて、関係ないあの間で、やっぱりすごい、相当煙立ってじゃないですか。そう、煙の焦げ味が残っちゃってる、ね。そうですね。だから南原社長の、俺のせいかよ。悪い。やめて。ここが悪いです。完全に。全然逃げていいか。完全に。ちょっと火入りすぎました。もうちょいね、しっとりする予定やったんですけど。うまい。バーベキューやと思う。確かに、この煙。ここバーベキュー場やと思ったらな。そうだね。窓開けてバーベキュー場にしますか。しますか、ほんまに。でも美味しいよ。うわ、嬉しいです。うわ、嬉しい。ちょっと煙ってるけど変わらず。はい。売れます。売れん。絶対売れん。調子になりました。100%売れん。調子になりました。大丈夫ですか？大胸筋ゼロだね。大胸筋ゼロですか？うん。ゼロか100多いっすね。いや、多いね。ゼロか100ですか？やっぱり大事なんですか？やっぱりゼロか100っていうのは。中途半端はダメだね。確かに70とか40とか出ないっすね。出ないね。すごっ。勉強になりましたね。よかったです。来ていただいて。今のだけでも。そんなんだったらまた来ますよ。ぜひ来てください、もう。うん、近いですもんね、虎ノ門から。そうそう、すぐ近く。ね。ぜひぜひ。なんなら隣の部屋借りようかな。お前ですか？32000円ですよ。隣の方が安いわ。隣の方が安いです。あ、ここはじゃあ、高いとこなの？ここは高いですよ、めちゃめちゃ。角部屋だもんね。角部屋です。めちゃ。さすが。はい。32000円なんで。その上、両側に窓あるもんね。そうです、そうです。こっちはこっち側だけだもんね。さすがやな。いや、それさすがでもなんでもないけど。普通ですね。最高ですね、ほんまに。嬉しいよ。嬉しい。で、将来はどうするの？将来ですか？うん、今、YouTube で食ってて、はい、まあ若干の芸人業。はい。まあ、若干で失礼。テレビ業が。若干テレビ。若干テレビ。はい。で、若干の人気者だけど、若干いらないか分からん。いつまで続くか分からない。それだけは。これゲッツって言うじゃないですか。ゲッツ。はいはいはい。ダンディさん。ダンディさん。あれね、僕一番最初にテレビ出てたんですよ。ダンディ坂野がまだ誰も知らない時。はい。で、坂野さんに、これテリー伊藤さんと仲いいけど、もうちょっとこうしたらどうだとか、はい、こうしたらどうだとか、まあ番組制作をいろいろやってたんで、あ、そうなんですね。出演者兼ディレクターとかやっててですね。そうなんです。すごっ、そっから。まあその前にテレビちょいちょい出てたから、ある程度勘どころがあるから。で坂野さんはその後も大成功したそうです。そうですね。すごい一発とは言わずもこう。そう、今でもさ、この間地下鉄にさ。なんか、一発屋で終わらないとかっていう広告が出てて、はい、何の広告だったかな。地下鉄乗るんですか？乗るよ、僕。バスも地下鉄も乗る。これじゃないですか、ランボルギーニとかそういう。いや、ちょっと今、車なくなっちゃって、紹介がなくなって。めちゃくちゃなくなっちゃって。16億何千万プラス、車もなくなったんですよ。何もなくなった。そう、何もなくなった。だから、家もなくなった。家、ホームレスなっとるから。ホームレスなってるじゃないですか。TPO じゃなくて、一丁羅じゃない。これまあ一応シャツぐらいはあるからね、ワイシャツは。昔買ったやつが。ああ、昔買った。それと。今卵が口から飛び出したよ。すみません、ちょっと興奮しちゃって。あまりの驚き。そうなんです。だから普通に地下鉄どころか、この間なんか彼のスクーターに2人乗りして新宿から虎ノ門まで、すごいシュールな絵だよな、あれな。スクーター乗ってるんですか？この草暑いのに。いや、めちゃくちゃ暑かったです。今日も暑いね。今日も暑いですね。クーラー効かんね、あんまりね。そうですね。あ、でも20度設定なんですけど。全然効いてないやろ。窓開いてるから。窓開いてるから。暑いか。めちゃめちゃ汗かいてる。真っ赤っかな。で、それでさ、将来どうするの？将来ですか、急にこうハンドルが。また戻していただいて。話がそれすぎだって。さっきから、そうです。将来ですか？うん。正直、何にも決めてないです。もう目の前のことしか決めず。でも決めた方がいい。いいんですか、やっぱり。これはね、やっぱりね、その将来何になりたいかっていう、きちんとそれを見極めて、まあ、とんでもない夢みたいなのはダメだよ。でも、それの方向にこう何かいろいろこうやろうって言って計画立てて、まあ、努力をしてると、やっぱりそっちに向いていくんだよね、人生。あんまりね、将来何も考えてないっていうか、決めてないってやつは、ふらふらしてずっと終わる。一個だけ決めてるのは、ちょっとカンボジアに行って、カンボジアで YouTube を。カンボジアで YouTube を港区家賃3万7,000円男なんですけど、カンボジア王国家賃4万円男とかで、カンボジアで、はい、まあ場所にもよるけどな、4万円出したら結構な一戸建てが借りれる、ね、あ、じゃあそこでアイランドキッチンで一戸建てどころか結構な田舎だったらそれこそ野球場付きぐらいの庭付きの一戸建てが借りれるね。ほんまですか？ほんまですよ。じゃあもう絶対もうそれです。カンボジア家賃3万7,000円男。いいね。で新シリーズで。来てくださいぜひ。行く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 。一緒の感じで。ちょうど今カンボジアに用事があるんだよね。どういう言葉やねん。カンボジアの人がさ。ちょうど今日カンボジアに用事あるんだよね。おるかそんな人。いやカンボジアの人がなんか日本に持ってる無人島を売りたいとか。どんなセリフやねん。何ですか？無人島売りたい。無人島を貸してあげるか。貸してくれるんですか、無人島。そしたらいいよ、別にそのカンボジアの人に頼んで。無人島僕貸してもらえるんですか？貸してもらえる。ただ無人島なんもないからね。それこそサバイバルゲームですよ。無人島っていくらぐらい？魚取って生きないから。ああ、でも面白そうですね。無人島いくらぐらいなの？それはね、いくらって取ったかな。まあ数千万単位だからそんなに高くないと。高すぎるでしょ。高くないでしょ。一つ島変えて岡田王国作りゃいいじゃんか。そこにカンボジア行く前にやっぱり無人島行って岡田王国岡田王国家賃0円男、家賃0円男まあ0円だとかわいそうだから3万7,000円で貸してやるわ。無人島3万7,000円で貸してくれるんですか？そうそうそう。無人島3万7,000円で貸してくれる。ほんまですかね。めっちゃおもろいじゃないですか。どこにあるんですか？ね、長崎県の。近っ。長崎県近い。カンボジアを想像すると。カンボジアよりだいぶ近いね。長崎県って確かに島々がこういっぱいある県です。それめちゃくちゃおもろいじゃないですか。企画。すごっ。こんな状態で決まるやつですか？いいんですか？いいよ、別に。引っ越すって言って向こう何もないからな。冷蔵庫も持ってっても電気ないしな。無人島ってどう？じゃあ俺がここに住んでおいてやるから。なんでそれは無人島行っておかしいよ。住んどいてやるからってな。そうっす。住むんですか？無人島に。南原さん、ここ住むんですか？ここに俺が住んで、俺ここロケ場所にして、岡田のパクリ YouTube を作って、ちょっとエロ系女優とか呼んで、なんかトークするっていう。同じようなこと。そうそう。コンテンツパクリっていう。むちゃくちゃおもろいじゃないですか。おもろ。いいね。貯金40万円男。貯金40万円男。港区貯金40万円男でめちゃくちゃバズります。16億4000万、そうです。40万しかありません。いや、めっちゃほろ。1週間だけでもやみたいです。いいね。じゃあ無人交換、無人島1週間、僕は無人島行って1週間釣り竿と、それからテント持って無人島行ってサバイバル1週間 YouTube。 いいね、それで南原さんが YouTube 生きていけるか1週間みたいな。貯金40万円男でここ、そうそう、俺はここで1週間、無人島からの便りを待つビデオレター待ってますみたいな。多分携帯通信からね。あ、そうなんですね。 Wi-Fi とかもない。 Wi-Fi あるわけないでしょ無人島は。うわ、そこだけやなとは。だからそこをどうするか、イーロン・マスクに頼むしかない。イーロン・マスクの人工衛星のテレネットであれで配信できるようにイーロン・マスクに頼む。でかすぎるでしょ。 Wi-Fi や、とにかく Wi-Fi や。 Wi-Fi イーロン・マスクに頼む。イーロン・マスク衛星通信、衛星インターネットでもできた、ほんまにおもろいですね。まあでも1週間分取ってその取りだめしてやればいける。それはまあ誰かが船に乗って SD カード取りに行きゃいいもんね。あ、そうですね。それでいい。そうしましょう。そうしましょう。すごいわ。はい。じゃあそれでよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。すみません。また来てください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。